こんにちは、ドライトニュースの時間です。統合版マインクラフトの深海マッシュアップが無料でダウンロードできることが分かりました。統合版マインクラフトを起動したらこのような画面が出たかと思います。英語だらけでよく分からないと思います。簡単に説明すれば、5月31日から6月3日までに統合版マインクラフトにサインインしていれば深海マッシュアップが無料でダウンロードできますよという宣伝のようです。毎日やっている方は問題ありませんが、統合版マインクラフトをあまりやっていない方は6月3日までにサインインをしておきましょう。ただし今すぐダウンロードできるのではなく、6月12日またはその前くらいにできるようです。サインインの方法は PC、スマホ、スイッチ、Xbox One ででき、アカウントの作成は無料で簡単にできます。アカウントを作っていない方は今のうちに作ってみて、深海マッシュアップを無料でダウンロードできるように準備しておきましょう。それでは良い一日を。